さあさあ、今日は盛り上がっていこうよ。ねえ、あんたってずいぶん変わった格好だけど、どこから来たの？姫巫女とはどんな関係？神器を見せてあげるから俺の部屋に来ない？相変わらず手癖の悪い猿だ。まあまあまあ冗談ですって。信長様のものを勝手に取ったりしたら後が怖いですからね。でももちろん、あんたからこっちに来たいって話なら別だからね。気が向いたら豊臣軍においでよ。顔色があまり優れませんね。少し疲れましたか？それなら少し風に当たられてはどうですか？おい、豊臣の城を一人で歩く気か？蘭丸、付き添ってやれ。はい。いえ、気にしないでください。僕も少し休みたいところでしたから。どうかしたって何のことですか？僕ってそんなに分かりやすいですか？僕は一度信長様を裏切った豊臣軍が、まるで何事もなかったように信長様たちと話すのが許せないんです。もちろんこれは信長様が決めた同盟ですし、そのこと自体に不満はありません。でも僕は他の皆さんのように割り切って楽しそうに話すことは。外に出ると涼しいな。ああ、なんせこの顔ぶれで宴会なんて久々だ。みんなだいぶ暑くなってるみてえだな。ここでじっとしていましょう。で、勝家、お前らはこれからどうするんだよ。しばらくはここにいる気か？いや、一度織田領に戻るって話だ。んじゃあ、お前とこうして酒を飲む機会はまたしばらくなさそうだな。まあ、こうして再び肩を並べること自体、本当はありえねえことだからな。そうですね。勝家さんはもともと利家の兄貴分でしたから。ですが利家が信長様を裏切り、織田を離れたことによって疎遠になったんです。だったら初めから裏切らなければよかったんですよ。なあ利家、やっぱり信長様のもとに戻る気はないのか？
その話なら前にも断ったはずだろ。お前が信長についていくように俺は秀吉についていくと決めてんだ。この同盟が終われば俺たちはまた敵同士。そんなのお前だって分かってんだろ。そうか、そりゃそうだよな。なんか酔いが冷めちまったぜ。勝家さん、あんなこと言わなくていいのに。ええ、そうですね。もちろん前田利家は戦力として信長様の役には立つと思います。でも僕は裏切った相手のことをそう簡単に許したくありません。もう一度誰かに裏切られたらと思うと許せなくて悔しくてたまらないんです。あなたは信長様を裏切ってどこかに行ったりしませんよね。ずっと僕たちのそばにいてくれますよね。あ、信長様。明朝ここを立つ。早めに体を休めておけ。答えは蘭丸から聞かれていたことがあるだろう。これより先は各軍が入り乱れる大戦になるだろう。その時お前には織田以外につくという手もあると思うが。つまらん問答に付き合う気はないが、俺は連れ戻すだろうな。お前には価値がある。むざむざ他の武将どもに渡したりはせん。予定通り豊臣軍と同盟を結べたことでようやく姫巫女の手がかりを得るための準備ができますね。ああ、それが当初の目的だったんだからな。信長様、そろそろ彼女にもお教えした方が良いのではないでしょうか。いいだろう。神器の指し示した先は毛利軍の領地でした。はい、毛利軍は織田と豊臣が手を組んでもなお太刀打ちできるかわからないほど強大な力を持っています。だからといってやることは変わらない。毛利に侵攻することはすでに決めている。ただ毛利に全力で侵攻するためには近隣の武田と上杉を無視することはできませんから、何かしらの後ろ盾が必要になります。つまり他の軍、特に
いざという時に武田と上杉の背後を取ることができれば、我々はより安心していられます。武田や上杉と近い軍といえば伊達と真田、どちらかの協力が得られればいいのですが。問題はそのどちらに協力を仰ぐのかだ。悪名高い伊達政宗は仲間にするのは難しいでしょう。とはいえ真田幸村は情に厚い男ですから。その口ぶり、真田が武田と組んだって話はどうやら裏付けが取れたらしいな。はい、彼は元は武田軍だったことを考えても武田との同盟を裏切ることはしないと思われます。どっちの軍も組みするのは簡単じゃねえな。伊達だ。組みするとなれば裏があると分かっている奴の方が扱いやすい。承知しました。では同盟を結ぶために伊達との連絡を取る算段を立てなければ。伊達と連絡を取るためには緊張状態の武田と上杉を超える必要があるんですよ。それに苦労をして伊達に接触できたとしても同盟を結んでくれるという保証はないですし。まあでもそんなに悪い状況でもねえよ。こうして神河中の勢力がいろんなところで多発的に同盟を結んでいると、どうしてもどこかで不和が出る。どこの軍も完全な一枚岩ってわけにはいかねえからな。そうですね。織田と豊臣が同盟を結んだこともすでに知れ渡っているはずです。伊達や真田のような新興勢力には生き残るために俺たちの連合と組みたいと考えている連中もいるはずだ。要するに伊達との同盟は会うことさえできれば十分に成功する可能性がある。光秀、機を見てこちらから伊達に働きかける策を練ろ。承知しました。しばらく俺の仕事はなさそうだな。いえ、お話しします。僕たちを裏切らないと約束もしてくれましたし、先ほどの軍議の中でどの軍も一枚岩ではないという話がありましたよね。裏切り者や内通者が出てくるかもと。僕の勘違いかもしれませんが、織田軍にも内通者がいるかもしれません。つまり織田軍の情報を他の軍に流している者がいるかもしれないということです。どうも最近勝家さんの様子がおかしいんです。周囲の目を気にしながらたびたび誰かに向けて文を送っているみたいで、これまで誰かに文を送ることなんてほとんどなかったのに怪しいと思いませんか？まあここで僕たちだけで話し合っていても何もわからないのは確かですけどね。やっぱり直接勝家さんを問いたださないと。そうと決まれば行きましょう。あ、見てください、あれ。誰からの文でしょうか。まさか。
しい。大きな声を出しちゃダメですよ。見つかっちゃうじゃないですか。僕も本当は勝家さんを、皆さんを信じたいです。でも、絶対に信長様に逆らったりしないと思っていた光秀さんですら、一度は裏切った。僕はどうしても、仲間たちを信じきれなくなっているんです。そういうことか。あ、まあ、どうも誰かの気配がすると思って近づいてみたら、蘭丸の声が聞こえてな。お前らの言いたいことは分かった。余計な勘違いさせるくらいなら、ほら、これ見てみろよ。汚ねえ字だろ。年家と何の話を。ああ、織田軍に戻らないかって話だよ。何度か声をかけてんだけど、また振られちまってな。これから織田はどんどんでかくなっていかなきゃいけねえからな。戦力はどれだけいても足りねえはずだ。けどまあ、野郎同士で文のやりとりってのも冴えねえな。でも年家は一度信長様を裏切った敵なんですよ。そうだな。だからお前が嫌だって言うならもうやめる。え？なあ、仲間たちに心配かけてまでやることじゃねえよ。信じられません。もしかすると、こっそりやりとりを続ける気では。なあ、蘭丸。俺にとっても信長様の決定が一番大事なんだ。信長様が敵だという奴のことは敵だと思うし、本当の味方は織田の中にしかいねえと思ってる。けど、世の中敵と味方しかいないってのは寂しいじゃねえか。まあ、年家と連絡を取ってて思ったんだが、やっぱりみんなそれぞれの事情ってのがあるんだよ。俺たちが信長様を信じたように、年家たちは秀吉を信じたんだ。そのこと自体は気に入らねえが、そういう決断をした年家が悪いとは思わねえ。お前だってあいつらを仲間だと思ってたから裏切られたのが辛いんだろ。それはこれから先いろんな奴と会うことになる。俺だってそいつら全部と分かり合えるなんて思ってねえし、ムカつく連中、ぶん殴ってやると思う連中ともこれからたくさん会うだろうよ。けどまあ、全員を疑ったり嫌ってたりしたらキリがねえだろ。だから俺は俺たちの敵にもいい奴がいるって信じてる。それによ、信長様はいずれ必ずこの神河を統一される。その時にもともと織田の連中しか信じられねえなんて虚しいじゃねえか。なんてちょっと臭かったよな。そうか。勝家さんの考えは分かりました。でも僕はそんなに簡単に割り切れません。ま、今はそれでもいいんじゃねえか。少し一人になって考えてきます。ん？なんで礼を言うんだ。俺は別に特別なことなんてしてねえだろ。まあ、そりゃ疑われるようなことをした俺も悪かったからな。怒るような筋合いはねえって。まあ、俺は頭を使うのが苦手だからな。蘭丸たちみてえに難しく考えたくねえだけだ。
何より俺も蘭丸と同じで信長様のことを信じてっからな。ああ、これから先癖の強い奴らとたくさん出会っても信長様よりすげえ奴なんて一人もいねえ。そう考えたらどんな敵が来ても可愛く思えてくんだろう。勝家、よかった、ここにいましたか。あ、どうかしたのか。信長様が次の遠征の目的地を決められました。ええ、かつての都近く、ヤクマに支配された土地です。